どうぞよろしくお願いします。まず、年末にあたり、少しだけ、お話をさせていただきます。今年も残すところわずかとなってまいりました。この1年間を振り返ってみますと、やはり一番の出来事は7月に軍艦島をはじめ本県が8つの構成資産を有する明治日本の産業革命遺産が世界文化遺産として登録されたことではなかろうかと思います。本県から世界の宝物が誕生したことを大変嬉しく思っているところでございます。また長崎の教会群とキリスト教関連遺産につきましては、ユネスコの諮問機関でありますイコモスの現地調査が実施をされました。来年本県から2年連続で世界遺産登録が実現するよう、関係の皆様方と引き続き全力で取り組んでまいりたいと考えております。また今年は被爆70年という大きな節目でもありました。その節目の年にパグオッシュ会議世界大会が本県で開催され、長崎を最後の被爆地にというメッセージを込めた長崎宣言が世界へ発信されたことは大変意義深いことであったと考えております。県としては今後とも原爆の悲惨さと非人道性を世界の人々に訴え、一日も早い核兵器の廃絶と世界の恒久平和の実現に努めてまいりたいと考えております。それからまた悲しい出来事もありました。対馬沖で漁船が転覆し5名の方々がお亡くなりになるという大変痛ましい海難事故が発生いたしました。改めて心からご冥福をお祈り申し上げますとともに、事故原因の究明を待ち、今後引き続き安全操業に向けて取り組みを進めていかなければならないと考えております。一方、県政の重要課題に目を向けますと、九州新幹線西九州ルートについては国土交通省からフリーゲージトレインの量産車が平成34年度までには全て揃わないとされたところであります。県としてはフリーゲージトレインの早期実用化と完成開業時期を平成34年から可能な限り前倒しするという政府与党申し合わせを守っていただき、開業効果が早期に発現されるようしっかり国と協議調整を進めていかなければいけないと考えております。また伊佐湾干拓事業の開門問題につきましては、去る9月7日の小永井大浦漁業再生請求事件の福岡高裁判決において開門請求を認めない判決が出されたところであり、さらに11月10日には開門差し止め仮処分決定に対する国等の異議申し立てについて長崎地裁から改めて開門してはならないとする決定が出されたところであります。県としてはこのような状況を踏まえ、開門方針を直ちに見直していただきたいということ、速やかに開門しない方向で裁判所の判断を得ていただきたいこと、有明海再生に向けて実効性のある対策を取りまとめ具体的な成果に結びつけていただきたいことなどを国に対して強く求めているところであります。それから一色ダムにつきましては、川棚川の抜本的な治水対策や佐世保市の慢性的な水不足解消のために必要不可欠な事業であり、現在付け替え県道工事や土地収用法に基づく手続きを進めているところであります。本年9月の関東東北豪雨において河川の氾濫により甚大な被害が発生するなど、全国的に災害が頻発している昨今の状況を踏まえますとき、いつ起こるかわからない災害に備えてダムは早期に完成させていく必要があるものと考えております。県民の皆様方の安全安心を確保するということは地方公共団体の責務であり、
今後とも事業の着実な推進に向けて佐世保市川棚町と一体となって全力で取り組んでまいります。迎える平成28年度は新たな総合計画でありますチャレンジ2020の初年度にあたります。我が国が本格的な人口減少社会を迎え、地域間競争が激しさを増す中、本県の構造的課題の解決を図り、将来にわたって持続的に発展してまいりますためには、本県の強みを最大限に生かしつつ、人口減少対策や産業振興施策、雇用対策等の一層の強化を図り、活力のあるたくましい長崎県を作り上げていくことが重要であると考えております。このため、チャレンジ2020では、首都や産業地域が輝くたくましい長崎県づくりの基本理念のもと、世界遺産などを生かしたさらなる交流の拡大、県民一人一人が互いに支え合い、生きがいを持って活躍できる社会づくり、時代を担う子どもたちや産業を支える人材の育成、力強い産業と良質な雇用の創出、安全安心で快適な生活環境の整備などの政策群を盛り込み、本県の未来を切り開く新たな施策やさまざまなプロジェクトを戦略的に展開してまいりたいと考えております。しかしながら、いずれにいたしましてもこうした目標を達成するためには、県民の幅広い皆様方をはじめ、企業、大学、NPO 法人など地域社会の幅広い皆様方の協力なくしては実現できない課題ばかりであります。これからの長崎県の発展のため、今後とも県民の皆様方のお力添えを賜りたいと考えているところであります。結びになりますが、報道関係の皆様方には今年も県政の広報に格別のご協力を賜り、本当にありがとうございました。年末にかけてまだまだ慌ただしい日が続くと思いますが、皆様どうかご自愛の上、素晴らしい新年をお迎えになられますよう心から願っているところであります。私からは以上でございます。あとはどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ幹事社の西日本新聞からまずは質問させていただきます。今日で仕事を収めとなりますけれども、知事自身が今年1年を漢字1字または四字熟語などで表すとしたらどんな言葉になるでしょうか。理由を含めてお願いいたします。漢字1字、なかなか難しいですね。一番印象に残っておりますのは新幹線の問題でありますので、改めて目を低くして次を待つという意味で、潜伏の徳、身を伏せて待つという時期ではなかろうかと思います。あの新幹線の問題ですけれども、先日国交省の方からフリーゲージトレインの量産者による本格開業が困難という見通しが発表されましたが、長崎県としては政府との申し合わせを厳守するように求めていますけれども、現実的には結構当初計画通りの開業が難しくなっています。国交省から今後その開業に向けた具体的な提案がされる際に、長崎県として優先したいこととしては、その平成34年の開業時期にこだわった部分量産先行者を使った部分的な開業なのか、もしくはリレー方式での開業なのか、佐賀県が求めているような開業時期にこだわらないフリーゲージでの本格開業を求めていくのか、いずれの考えに近いのか、ちょっとお考えをお聞かせください。先の申し合わせ事項というのは、これはフリーゲージトレインの量産者が完成しての前提でありますが、できるだけ両方を守っていただきたいという思いがあります。量産者が全部揃うというのは難しいということでありますけれども、あらゆる手段を尽くして、この開発期間の短縮に努力していただき、完成開業を目指していただきたいという思いであります。
具体的な手法については今後国の方からご提案があるものと考えておりますので、そういったご提案を待って検討を進めていかなければいけないと思っております。国から提案があると思うんですけども、県として今後こうどういった新幹線問題について取り組んでいく考えでおつもりでしょうか。やはり政府与党の申し合わせ事項、これは重たいものであると思いますので、プロジェクト会議の中において私どもも平成34年度をできるだけ前倒ししてもらいたい、そのために3モード耐久走行試験も もう少し工夫できないのかといったようなご提案も申し上げてきた経過があるわけでありますけれども、ありとあらゆる選択肢をですねご検討いただいて、開業の際にはやはりフリーゲージトレイン量産先行車は可能かもしれないというお話はありましたけれども、そういった対応をですねできるだけ広げて、ご検討をいただきたいという思いであります。実際にその要望活動などを年明けに予定されたりしているんでしょうか。今のところまだ具体的な日程は組み込んでおりませんけれども、しかるべき時期にはお話をさせていただく機会を得たいと思っております。テレビ関西 NBC です。私から石木ダムの問題について質問させていただきます。ご承知の通り先月、事業認定の取り消しを求め地権者の方々が裁判を起こしました。40年にわたる石木ダム問題の中で初めて裁判という場に、移ったわけなんですけれども、その点について、これまでも話し合いでの解決をずっと主張されてきた知事が、この裁判というのをどういうふうに受け止められているのか、そのあたりのご状況をまず聞かせてください。これまで長年にわたって、ご説明をさせていただき、ご理解をいただけるように努力してまいりましたけれども、大変残念ながらこのような事態になったわけであります。しかしながら冒頭申し上げましたように、この事業というのは必要不可欠であると思っておりますので、これからも早期完成を目指して努力していかなければいけないと思っているところであります。確かに今回訴訟という場に議論の場が移っていくわけでありますけれども、引き続き訴訟の当事者ではありませんけれども、しっかり対応していかなければいけないと思っております。関連して先週ですが、執行停止の方を事業認定の執行停止の方もどうも地権者の方々申し立てたようなんですけれども、県としてその司法判断がある程度出るまでこの事業を、しばらく中断するであるとか、そういった考えはないのか、そのあたり来年以降どういうふうにこの事業、工事の方も進めていかれるのか、そのあたりについての考えを聞かせてください。現在土地収用法に基づく手続きを進めているわけでありますけれども、この土地収用法に基づく手続きというのは期限が定められた手続きでありまして、この期限を逃してしまいますと失効してしまうということになります。訴訟が提起されたということでこうした手続きを含めて中断してしまうということはできないものと考えているところであります。他各社さんからどうぞ。朝日新聞の終わりです。この石木ダムに関連してもいいんですけれども、現在県が着工している付け替え道路、この工期は来年の1月末で、終了ということになっていますが、どのようにこの新年以降ですね対応を考えていらっしゃるのか、また反対地権者の方が住まれている土地、約9万円で、これについては8月1日までに、採決申請をしなければ事業認定が失効することになるかと思います。この対応について合わせて、伺いたいと思います。前段のその登記の問題、付け替え道路の工期
あ、工期、はい、付け替え道路についてはこれ工事に着手していかなければ予算の活用ができないということで、これまで工事に着手できるように努力してまいりましたけれども、地域の皆様方の反対ということでなかなか思うような進展がなされないという状況にあるわけですけれども、引き続き全力でご理解がいただけるように努力していかなければいけないと思っております。で、次の手続きについては先ほど申し上げたように今後とも進めていかないと事業自体が白紙になってしまうということでありますので、これは計画的に取り組んでまいりたいと思っております。もう付け替え道路については工期の延長なども考えていらっしゃるのでしょうか。新年度3月末までに、まあ、予算の期限が切れますけれども、これは繰越予算を使ってる、自己繰りの予算ですので、繰越することができませんので、まあ、今後精算して新たにまた発注していくという感じ、予算を別の予算を活用して新たに契約をやり直すということになっていくんですね。現時点でその予算を新たな予算を取るという方針をもう知事としても考えていらっしゃるということでよろしいですか。先ほど申し上げたように事業自体は必要不可欠であると考えておりますので、そのような対応策を講じていきたいと思います。その背景はやはり工期として8ヶ月必要ですけれども、もう3月末まで時間がないためそのように考えていらっしゃる。3月末までは今の予算が使えますので、その後の対応策ということになってくると思います。わかりました。朝日新聞の小野と申します。諫早湾の干拓問題についてお聞きします。つい先日その開門反対派の方からいわゆる裁判所から提案されているその和解協議に、まあ、応じる可能性も含めて検討するということでニュースがあったと思うんですけれども、仮にその賛成派反対派両者がその和解協議のテーブルに作るとなった場合に、当然関係当事者の一つとして県としてもそこに前向きに関与していきたいというふうにお考えになっているかどうか。県は当事者ではありません。今話し合いのテーブルに参加するように求められているという状況でもございませんので、当事者の皆様方の動きを見極めてまいりたいと思っております。仮に今後その裁判所から具体的に、まあ、関係者ということで県の方も、まあ、テーブルについてもらえないかという要請があった場合にはそれには応じていくという、それはその段階で検討していきたいと思います。私なんですけれども、協会軍の海外の展覧会でパリのレセプションに知事出席されたんですけれども、その時の感想をちょっとお聞かせいただけますか。そうですね、会場が、日本文化センター、おそらく会館での催し物としてはこれまで、最大の入場者数であったということで、フランス の、 国民の皆様方あるいは関係の皆様方も関心をお示しいただいていることの表れであると非常に嬉しく思っているところでございます。レセプションにも関係者の方々ご参加いただきましたけれども、いずれも高くご評価いただいているものと改めて感じたところであります。はい、長崎新聞の田中です。新幹線のことについてお尋ねします。佐賀県はフリーゲージトレインの全面開業ですね、平成34年度なんですけども国に求めるという方針をこう示されておりますけれども、長崎県と少しこう、立場とかがちょっと、違うのかなという感じもしております。
今後ですね、その平成30年開業に向けて佐賀県とですね、どういうふうにこう、歩調を合わせてといいますか、連携して調整をしたりしてですね、国にも求めていくお考えでしょうか。佐賀県の皆様方のお考えというのは、新聞報道等で知りうる限りでありますけれども、フリーゲージトレインのを前提にして、開業を進めたいというお考えであるとお聞きしております。具体的な手法についてはこれは先ほど申し上げたように、国の方から提案があるものと思っておりますので、そういった提案を待って、関係者の協議の場がスタートすると思っておりますので、その段階で、どういう場が持たれるのか、それに応じて対応していく必要があるものと思っております。どうぞ。読売新聞の有本ですけれども、今新幹線の関係でですね、先ほど言われた関係者の協議と、県だけでなくて沿線自治体がられたりですとか県議会の議連の方も動いているかと思うんですが、そのあたりと その意見調整というかですね、交渉とか内部の調整の進め方ですね、オール長崎としての進め方、どういうものを知事としてイメージされてますか。まだですね、具体的な提案をいただいてない状況でありますので、その提案をいただいた段階で改めて意見調整をする必要があるということであれば、関係者の皆様方と再度協議の場を持っていく必要があるものと思っております。ただ沿線自治体を含めて議会でのさまざまな意見書等の議決等の中身をこう見させていただいております限りにおいては、県の議会で議決いただいた意見書とほぼ同じような内容であると理解をいたしております。はい、ご覧でしょうか。どうも皆さん本当にお世話になりました。来年もまたよろしくお願いします。ありがとうございます。